どうもー、パタヤンチャンネルでーす。今日はですね、友達に最高のものをいただきました。あれ、こちらでございます。揚げるだけでいいらしいです。味豚コロッケ。実家が宮崎の方やから、宮崎、お母さんが送ってきてくれはったんやろな。メンチカツ、衣付き、揚げるだけでいいらしい。うん、これ10個あるから1人2個で10個あげても。味豚本舗さん、宮崎の、脂身が甘いやつ。はあ、怖い怖い。あ、これはちゃうか。この揚げ方とかなんか書いてんのかな。今見たわ、これ。うーん、あ、普段はお惣菜で売ってんねやろな。売ってるんだな。冷蔵庫で十分にで解凍、え、解凍してからあげてください。え、解凍してから。嘘でしょ。え、じゃあこれ明日だな。え、ちょっと解凍してからって今からできへん。じゃあ明日あげよう。そうします。え、じゃあどうしよっかな。そう、あら、まあ、なんか解凍機能で解凍するのもちゃうような気がすんねん。何もかもがないよ私。え、どうしよう。じゃあ豚バラ肉あるから、豚バラとキャベツの味噌炒めにしよっか。やられた。嘘でしょ。ああ、じゃあ明日の朝家出るときに解凍してからやったらいいんかな。そうしよっか。じゃあこれはチンで解凍して。やられたな。こういうときどうしたらいいんですか皆さん。何したら、もうこういう時に冷蔵庫の中のもんでなんかパパッと作るって言っても大したものが作れないのよ。どうしようかな。キャベツ、なんかキャベツの炒めもんで、きゅうりやるから、先生のきゅうり、そうしよっか。じゃあただの野菜炒めしよっか。ほんならもう味噌の野菜炒めや、急遽キャベツと。このあれで足りるかな、お肉。まあ、いっか。よし、待って、ほな、これと、卵焼きと、先生のきゅうりしよう。急にやで。いや、ほんまは油で揚げるから、昨日もね、ポテトフライとピザしたのっけ。昨日結構回してないんだけど。だから、これであれしよう思ったのよ。お母さんが怒ってきてくれないと。大学芋、まあこんなお、こんなちっちゃいものでするもんちゃうと思うけど。じゃあ明日やわ。それは明日します。ほんなら急遽これ、今日はもうこれや。味噌の野菜炒めするわ。はあ、もうこういう時にさ、なんか自分がすぐパッて作れる人やったら本当に言うことなすですやねんけどな。出ました、言うことなすです。入ります、言うことなすです。本当にもう、だから明日はメンチコロッケにしようか。メンチコロッケ揚げるやつにしようか。なんやー、知らなんだよ本当に。ほんでちょっとこれも入れたらいいか。まあ、家にある野菜いっぱい入れるわ。ほんならなすも入れて、あと私のことやから大量に作るけどね。ナスも2本入れたろ。キャベツと、これと、キャベツとピーマンとこれと、人参と。今さっききゅうりしようか。うん、怖い。
もうこれなんかかぼちゃやんか。かぼちゃですやん、これ。かぼちゃやんか。もう何やの、ほんま。かぼちゃの形のピーマンですやん。もう、ほんま、勘弁してください。よっしゃ。ほな、これで。そういうことか。ほな、人参。人参ちょっとして。人参もちょっと入れて。あ、で、コーンもあったから、コーンも一緒に入れてまおうか。とにかく野菜たっぷりにしよう。野菜炒めを。あの、お味噌とみりんで味付けしたらいいか。なんやー、そうなの？これは、この半分と一個にしようか。じゃ、これ大きいにゃん。お母さんが怒ってきてた。お母さんもどっかでむっちゃでかいきゅうり。これでかすぎへん？これほんま、普通やったらこれぐらいのきゅうりやで、スーパーで売ってんの。プラスアルファ握りこぼし。じゃあこれでいいわ。一本半で十分。一本半でも、もはや二本分って感じ。先に抗菌血先生のじゃあきゅうりしよう。はぁ、こらまいった。こらまいったよ、ほんとに。いや、だって普通、なんか冷凍のコロッケって、そんな凍ったままやると思ってた、私。明日。関係ないけど、私、明日は、レディースプランの、あれに行きます。人間ドック。行ってまいります。行ってまいります。さっき、なんか急遽違うもん作るって私全然頭になかったからびっくりやわ。ほんとに。しんお風呂入るよ。音読？うん。はい、読んでください。え、教科書忘れたん？うん。何してんのよ。よっしゃー、ほんな先生のやつは、あと卵焼きしたいか。先生のやつ、きゅうり。全然分かれへんねん、これ見ないと。ありました。よし、ちょっと何を入れてるか分からんようにこうしとこうか。一応な。一応ね。何の鼻歌かも分かれへんわ、これ。特に何にもない鼻歌。砂糖がないな、買ってきとかなんか。こんなん言うたら、砂糖入れるのかってバレてしまう。バレていら。先生、すごいよ、もう100、わぁ。100万人突破やで、もう、さすが先生。近くに。ね、本当に。お兄ちゃん、溺れるふりばっかしてるだけじゃないの、ほんと知ってるよ、ね。ほんとなんだもん。ほんとじゃないよ。かわいい。ほんとほんとほんと。溺れてないやん。溺れたらあんな楽しそうに言うひんやん。死にひんやろ。しょうもない演技が始まってます、向こうで。
よいしょ。だから明日、だから胃カメラみたいなのをやってみたいねんけど、はい。学校の子、俺いじめてないのになんか、いじめてるって言われたんだけど、なんか。だってね、シュッってね、俺とあかりがね、風呂入ってたら、いきなりね、うん、あれ、ドアバンって開けてね、うん、うざいんだよって言ってね、電気消すんだよ、うん、意味わかんなくない？今？うん、うざいじゃん、だって溺れてないのに溺れたふり二人で。その前だよ、その前。その前だって、そのなんかさ、やばいやばいやばいとか言ってたじゃん。それで、そういう練習で。それで俺が開けたら、なんか、え、なんかあったって言ってたじゃん。目の前で。だって何もないじゃん。なんでよいしょ。はい、なんかもう争いはもう終わったようです。時の先生ね、うん、しかし子育てで出たんだって。あ、そうなの？うん、女。なんか覚えてる？え、お母さんに会ったって言ってた？うん、嘘。番組に出たって。え、お母さんその時いたって言ってた？言ってたよ。本当？なんか本当。お母さん、人やった言ってたやろ。いや、あんまり。あ、そうですか。セアンチャンネルも見てるって。あ、そう。グッドボタン押してね。恥ずかしいからチャンネル登録してないんだって。なんでもバレねえよ。恥ずかしい。あ、でもなんかそんなのもあるやろうな。もうちょっとで10万人いくから皆さんお願いします。んで10万人まで程遠いから。どこが程遠いんですよ。向こう行ってくれへん。龍、フォートナイトの動画出したい。カジサックも出してるから。お母さんフォートナイト知らんから。カジサックあんたが大人になったらしなさいよ。じゃあもういいよ。龍のすけ TV everyday。 どんだけパコんねん。うん、ハロー YouTube、まあ、どうも龍のすけです。ね、パコりまくる。いや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 、もううるさい。向こう行ってマジで。洗濯物してな。リュウ、椅子乗って、椅子に乗って取りなさい、取るとき。リュウ。ほんまにうるさい。そんなうるさいなんて言ってかわいそうと思うでしょ。もうこの前からずっとうるさいね。これ回す前から。めっちゃうるさいね、もう。もう疲れんのよ。私もいよいよなんか自分の中でコロナ疲れ的なもの出てきてる気がする。なんかもう最近いろいろモヤモヤして、なんかすっきりせえねん気持ちが。なんかわからんけど、なんか嫌なんだよな。よっしゃ、あ、コーンバターもできるかな。昨日コーンが、コーンバターしてあげようか。知らない。私テレビ見てません。知りません。はあ。もうため息しか出えへん。ほんまにも嫌なってくる。私何しよう思たの。ほんで、ああ。見なくていいでしょ。じゃあさっき洗濯物でやり言うてんの、お母さん。洗濯物やりながらテレビやりたいな。あ、そう。まあ、それもわからんでもないわ。わからんでもない。はい。テレビ見てた？見てないよ、ずっと宿題してたんだから。じゃあ、あかり、あかり、ちょ、うるせえな、ほんと。めっちゃ怒られてる。
この前なお料理のなんか YouTube 見た時にどうやってたんかな、こうやってからこうやって切ってたんかな、ほんでこう剥いてたんかな、その人なんか知らんけど皮をなんかうまいことやってはんのよ。なんでやだ、なんかちょっとしたことやけど、私なんかこれまたほんで洗うでしょ。手際悪子デースにも程があるんですよね、ほんまに。自分自身がいい加減にしたいわ、ほんま。いい加減にしたいです。ママ。何？あかりにテレビのリモコン隠された。隠してないやろ、あかり。自分がしそうなことを妹がするように言うな。あかりちゃんに隠したのって聞いてごらん。ママが探してるって言ってごらんじゃん。あかり、ママがテレビの方探してる。どこ？教えるかな。ママ怒ってる。めっちゃ目痛い。もう嫌だ。ほら隠してないじゃん、あかりも探して。隠してんじゃん。お前さ、こんなところに隠してんじゃん。隠してないよ。隠してたな、それどう考えて。いやもうなんか奥の方にソファーの下見たらさ、こんなさ、ゴミ箱裏のさ、ピアノの裏のさ、ソファーのさ、隠してたんだよ、お前絶対。バレちゃった。バレちゃった。あちゃぱーって。何歳の略称やねん。ちょっと待って。あの子、ちょっとわけわかめと言ったみたり。いよいよやな、これも。あかりすごいんだけど。何が？でもさ、私明日ね。ねえ、ママも。何も。何？何のポーズやねん、それは。あ、よ着替えや。ガリガリや。めっちゃお腹、全裸でめっちゃお腹へこまして立ってはるわ。何なの、あれは一体。ガリガリを、ガリガリを見せたいね。いや、ガリガリ見せたいって言ったら逆に私今日、やっぱ外国人の人ってね、あの、ほら、なんかわかる？潔が良いというか、例えばさ、すっごい太っててさ、もうほんまにすっごい体大きいねんけど、ノースリープで腕がもう私もすっごい太いで、もう私の倍ぐらいある腕ボーンってやって、もうそれでも平気でおるやん。私なんかとてもじゃないけど、もうそんな恥ずかしくてできへんけど、でも今日はそのもう涼しくなってきたからノースリープじゃないねんけど、ホットパンツに黒いタイツ履いてあったわ。タイツね、スパッツみたいなやつ。でもそのホットパンツがもうギューって、ホットパンツはこう一回折るやつ、一回折ってギューってなってて、もうこっから肉ブワーって溢れてて、だから黒いタイツやねんけど肉溢れてて、私なんか、いやそこ、いやええねんけど、ピタッとしててもええねんけど、ピタッピタッボーンって溢れてんのはいいんだっていう、まずそんな感じ、その感じ。そして溢れてていいのかという感じからの、あの黒いタイツはもしかしたら血が止まってて足紫になってんのを隠してるんちゃうかって、そう思わせるぐらい思いっきりこうギューってなってんのよ。あれ、いやあれをちょっと笑かそう思ってんのかなっていうぐらいギューなってんねん。あれはすごいわ。あれ、はけたか知らんけど、次脱ぐとき大変ちゃうかな。ああなった日にゃ。ほんまそんな感じ。
私ね、これね、あんまりナスってアク抜きとかしてなかったけど、やっぱした方がいいかなって。なんでか言ったら、この前な、昨日あれ作って、昨日というか、この前はあれ作ったのよ。何ピザと、あと日曜日私ピザと、あと、これ回してないね。お、すごいじゃん。26秒潜れたんだって。これ水つけたらすっごい茶色くなんねん。ということはってなるでしょ。だってそうなった日には、ちょっとこれ野菜炒めやけど、お肉と豚バラ、これは先にお味噌汁なら、あっさげを作ろう。あっさげは入ってるけど。よし。下切りようか。あれ、今何の話しとったかな。忘れちゃったよ、のののの。椎茸一個でいっか、いいから。外国人ってすごい勇気あるというか、だからやっぱさ、体型も外国人の人って本当に、だから言ったらさ、上と上下が同じ合寸やったら無理やねんやねん、あれ。お尻大きいの国の人いてはるやんか。お尻がすっごいプリーンとして大きいな人たちの国、ブラジルか分からんけど、あんな人たちって上はなんか7号とかやのに、下が15号とか、そんなもんあんねん。それはそれで大変よね、買うとき。だから上下で買うって言ってもバラバラで買わないか、そういうことやかな。発揮しまして、はあ、私もなんかさ、7号の服とかな、言ってみたいわ。今13号やからな、11号が着れるようになったらいいよね。え、もう自分が15、13、11、9、7やな、うん、その下もあんねやろな、やっぱり。でも一番細くて7号なんかな、よう分からんけど。まあほんまに体重って落ちひんわ。なんかだからもう運動もなんかさ、体重がすごい減ってくるんやったらさ、よし、もう今日も頑張るぞってなるけど、ほんまにもう約2年やってて、体重なんか、体脂肪とかも変わってて、もう体はすごく筋力をアップしたと思うねん、自分で。いろんなね、階段上り下りとかするときとか、ちょっと走るときも全然足も疲れへんから。でもなんか痩せないんだよな。だからやっぱ結果が出ないと、なんかやる気も起きなくなってくるよね。そんなん言うてる場合ちゃうねん、今日。だから明日健康診断、健康診断で、うちはちゃんとさ、運動ちゃんとしてんねんからさ、健康診断っていうか、ちょっとしたレディースドッグで、ちょっとした人間ドッグやけど、ちゃんとほんま、ちょっと毎日運動してる成果が出てたらいいけどな、その健康の雰囲気に。米炊けた。やっちまったね。よし。ああ、なんか怖い。行こうか。これは一番最後にするわ。もう何も考えんと、切ってみるは多分入ってないと思うから。入ってない。もうね、いちいちね、ビビったりすんのももう精神的に疲れんねん。うっ、あ、びっくりした。ああ。どうでもいいで。ちょっとここが黒ずんで、これがもう虫に見えるやんけん、ほんまに。
よし、全然綺麗。問題はこいつや。穴は開いてないからいけるでしょう。はあ、もう本当に嫌だよ。ああ、大丈夫だった。こう本当に嫌。もうこれもなんかもう精神的にしんどいね、これ金の。いやー、もういよいよコロナ疲れやな、ほんまに。なんやろ、だから子供たちが学校行くようになって、ちょっと今まで気張ってたのが一気に緩んだんかな、自分の中で。それもあるよね、なんか気張ってたのが気張らなくなってんのかな、なんかちゃんとせなあかん思ってたのが、学校行くようになって。だから私のね、友達もコロナなったのよ、実はね。でも今で自宅療養で済んだし、でその熱は出たけど、そんなにも全く動けないっていう状況でもなかったんやけど、それこそすっごい疲れてる時にコロナになったっていうね。だからその人曰く、もしかしたらあの健康な人は無症状とかで、でちょっと免疫力が、寝不足が続いたり、免疫力落ちてる人とかがあのコロナとかにもなって、無症状じゃなくて、なんかそんななろんかなみたいな話で、なるほどなみたいな。ちょっとどうせ子供たち食べんから大きめにざっくり切って、わかる、細かく切ってさ、ちょっとでも食べさそうと思ったらお間違いやね。逆にもう一生懸命取って取って食べへんようとするか、それと初めからもう大きく切って、大きく切るますわ、初めから。これ意外と食べたらかぼちゃの味したらおもろいけどな。それはない、知ってる、それはない、知ってる。なんかここんとこがちょっと汚い。何あの何とか言い方聞いたら、もうな、彼女に喋りかけてるみたい。ほら茶色いわ、水が。ナスって出んのやこれね。どうしよっかな、先に卵焼きしとこうかな。卵焼きして、ああ、こんなた明日でいっか。ほんでその友達、やっぱねコロナなって何が大変やったってね、自分がなった、いや、ほんで家族はみんな陰性やって大丈夫やってんけど、でも何、やっぱり子供の学校の行事とかはさ、全部あの2週間休まなあかんや、その全部学校も行けへんとか会社も休まなあかんからさ、家族が。だからそれがすごい申し訳ないことした。ただ子供とかパパとかに移らんでよかったなとか言って、ほんで今も全然大丈夫やねん、今もね元気になってはんねんけど、あれやねんって、髪の毛がめちゃくちゃ抜けるって言ってた。産後ってすごい抜けたでしょ、髪の毛。そんな感じやねんって。ほんで美容室行ったら、いつもね長年来てもらってる美容師さんに、髪質がすっごい変わったねって言われてんて、もうパサパサじゃんって言って、髪質まで変わったみたいなんですよとか言って、もう大変だよ。困った時のこの具を作っといたら、これも多分1ヶ月ぐらい前にやってるでしょ。そんな1ヶ月前の大丈夫なんて、大丈夫と思う、火も通してるし、生じゃねえし、大丈夫でしょ。そんな感じでーす。でもだいぶ東京も感染者減ってきてる言っても、だからさ、1000人切ったところで
喜んでたらあかんよね。あ、はいはいはい。でも聞いてください皆さん、あの一回切っとこうかな、またどっかでずれてる時あるから切ります。いや私占い好きでしょ。ほんでなんか YouTube なんかいろんな人の見てたらなんかいろいろ上がってくるやんか。ほなそこでインドのむちゃくちゃ裏当たる預言者みたいな少年がおんねんって、15歳かなんかの。ほんでその子はあのコロナも当ててんねん。そのコロナを当ててるのは何かって言ったら2018年かなんかに、2019年から2019年の11月からやったかな、2020年の4月にかけて全世界がなんかこうとんでもないことになるって言って、ほんで一番ダメージを受けるのが、一番初めにダメージを受けるのは中国だって予言して、あれ中国やったやんか。ほんでこっからです本題は。ほんでそのインドのもう預言者の男の子、もう占い師でもないねん、もう預言やねん。その子今までいろんなことを当ててるらしいわ。ほんでその男の子が言うには、コロナの収束2021年11月らしいですよ。ほんまに信じるわこれ。で私はあと2、3年続くと思ってたのよ、発揮しゅうてね、そうなるでしょ。でもその子には11月それは完全に収まらへんけど、あのまあ細かいことはその人が言ったことを誰かがまたなんかこう言ってくれてはるみたいな感じやねんけど、でもその子が言うにはあのあれ2021年の11月に前通り の, あの生活に近いところまで行く。だからまあワクチンがみんな打ってだいぶ収まってみたいなことなんかな、分からんけど。分からんのかーいう感じだけど分からんのかーいっていう感じ。ちょっと待って、こう肉の塊が、あら、あれかも。今日はもうコーンバターは、コーンバター明日にしよう。なんでコーンがあるかって、昨日ピザにしたからその時のコーンが余ってんのよ。だからなんで昨日もほんまはね始め回しててんけど、あまりにもなんかしんどくて、あもう今日止めようと思って止めたのよ。だから私もやっぱりこれやりたくない日も出てきた。いよいよ今まではよしもうね火ないからもう取らなあかんと思って取れんねんで、昨日はなんかもう取らなあかんと思って取られへんかってん。だからそのしっぺ返しがまた来るねんけど、だから私もな取りたくないなと思う日がこんな方に来たってことは、やっぱりそのコロナ疲れみたいなんが精神的とかに出てきてんねんで。ごめん皆さん、みんないつも元気や元気や言うけどね、ヘトヘトです。なんか精神的になんかな、もうなんか分かれへんわ。体は元気やねんけど心が元気じゃないみたいな感じね。うん、なんかそんな感じここ最近。なんかなんとに、だ今日はまだ元気な方やで。困ったもんだね。だからそんな人、だから私は何がねまだ良かったかなっていうとさ、言うたら経営者の人いてるやん、居酒屋とかでも。いや雇われてる人も大変やで、もう居酒屋閉めたりな、アルバイトだとかもさ、もうお客さんおれへんからってアルバイトすごい日数減らされたりして全然食べていけないっていう大学生とかもいっぱい出てきてるけど、本当にそれも大変やけど、一番はやっぱりもう全部やりくりしてる経営者の人とかほんま大変やろな、精神的にも肉体、あれな、精神的肉体的って言うけど、精神的って肉体にも来るよ。寝られへんねんから。ほんまに悩んだ時って寝られへんやん。だからなんか物事がうまくいってたらええねんけど、うまくいってない時って本当、なんか私もいろいろあるわ、本当にも。
コロナ関係なくいろいろある。本当に嫌になってくる。ほんまに泣けって言われたら泣けますぐらいのとこまで行ってるからな、ほんまもう。はい、急にごちり出す人。そんなんないだけど。あるよね。そんな時だってありますやん、もう。私かって。でもこうやって言えてるってことは、今はそのね、別にそこまでしんどくないから言えねん。これがほんまにしんどい時やったら、うん、ほんましんどいわって言えへんね、私。そういう時ない。ほんまにしんどい時はしんどいって言わないね。だからしんどいと思う。わかる？ほんまに辛いな、しんどいなっていう時に、今しんどいねんって言えたら、ちょっとは、な、心落ち着くじゃないけどさ、わかるよって言ってくれる人がおったりする、するやん。そんなにしんどい時にしんどいって言えたら一番自分自身も楽なんやろうけど、ほんまにしんどい時にしんどいって言わんとしんどいのをバレないようにやってる時が一番しんどいねん、実は。だから今はしんどくないんです。こうやって言うてますから。はい、そういうことです。よっしゃ、さっき味噌といっとこうか。味噌溶きましょうか。ちょっと新しい味噌もらったけど、ちょっとこっちでいっとこうかな。今日はこっちだけでいきましょう。またね、またあのお味噌いただいてんけど、今日はこっちだけでちょっといっとこう。よいしょ。しんどいことある。だからね、なんかそのしんどい時に、今日次男がさ、学校から帰ってきて、じゃあ私が帰ってきたんが、子供が家におって、私が帰ってきて仕事から、そんなら子供が、ママ僕ママにプレゼントがあるよって言ったのよ。すっごいニコニコして、ちょっと照れた顔して、見せましょうかそれを。名前って学校でこの感謝の気持ちを誰でもいいから伝えようっていうのがあったみたいで、可愛いで、ママへ、ちょっと読んでいいですか。いつも大好きだよ、いつも美味しい美味しいご飯を作ってくれてありがとう。洗濯物とか綺麗に綺麗に洗ってくれてありがとう。いつもいつも大好きだよ、俊介より。かわいい。はい。何？何？聞こえない。はい。何？一緒にさ、うん。うん。洗濯物畳んでないじゃん。ねえ、テレビ消して洗濯物畳んで先に。テレビ消して、しゅん。ダメ。じゃ、つけてていいから早く畳みなさい。畳んだやつ片付けて、リュウも。ちょっと待って、これだけ。せっかくこれを飲んで、読んでもう素敵な気持ちになってんのに、またこうやって怒らなあかんよ。何やなの。せっかく読んだタイミング大間違い。ほんまに。はぁ。これやった、これやった、あとこれやるだけ。よし。最後にキャベツ切ろうかな。そう、今日味噌味にしようと思ってんだよね。味噌味の野菜炒めと味噌とみりんってむちゃくちゃ美味しい。だからさっき入れちゃってるから。んで、ここでキャベツ切ろう。キャベツ、キャベツ、ツー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 。はあ、本当になんかモヤモヤするな。
もう嫌なの。だから明日、何これ、なめくじじゃないよね。なめくじじゃないよね。そういえばなめくじも最近見えひんな。ちっちゃい時なめくじなんかもうあんな気持ち悪かった。てっきりあやうの。結構キャベツしっかりめに入れる。私こういう時どれぐらい入れたらいいか分かれへんのよ。こんだけ入れちゃうのよ。多いんかな。私の中ではこれぐらい入れてなんぼやろういう感じのとこあるんですけど、どうでしょうか。みんなの塩どうですか。よいしょ。自転車の鍵なくしてたんだった。なんだ。自転車の鍵。なんかちょっと中腐っちゃう。おい、俺のって盗む。もうほんま老眼も激しい。もう老眼は激しいし、もうほんで老眼よりもこの前ね、あのメイクさんに、私メイク室で自分でメイクすんのよね。で化粧道具も自分の化粧ですね。ほんでそのメイク室行って、そこのあのあれを化粧水とかそういうのはそこで借りて、で化粧ポーチは自分で持ってて自分でお化粧すんねんけど、ほんならあの髪の毛セットしてくれたのよ。これさ、ちょっと何個かさ、こっからこう白いのがこう3本ぐらいピンピンピンってちょうどこの分け目のところに出てきてん。あー、白があるな。後で楽屋戻ったらなんか白が残るかなと思ってんや。ほんならさ、そのメイクさんがさ、なんか、ま、黒のマスカラみたいな、マスカラじゃないねんけど、それで一番最後にここパーってやってくれて、多分白髪隠してくれはって申し訳ねえだ。だから私の見えへん、後ろの方もやってたから後ろの方にもあったんやろな、あれ。もう老眼から白髪からもうむちゃくちゃだわ、あんたたち本当に。あんたたちってなんやねん感じだけど、むちゃくちゃですよ本当に。もうすぎかな、キャベツ。いやでも私は野菜をもりもり食べたいからこれぐらいっていいでしょ。うん、むっちゃ入れるやんキャベツ。いいんだ、キャベツも入れていいんだ。だから私ね、昔からさ、野菜炒めするときとんでもねえ量作るんだがね、ほんとに今とんでもね、量を作るんだわ、ほんとに。で、こういう時はピーターさんに教えていただきました。肉が固まってる時は、ちょっとお醤油、酒をしたら、柔らかくもなるんだよ、リエちゃん。で、また私思ってんけど、この前ね、あの、喋っててんけど、あれ、これからな、今居酒屋とかもどんどん閉まっていってるやん。ほんなもういろいろ感染症って、これコロナが収まったって言ってもそこまで収まれへんやん。完璧にゼロにはなるには。なんなの、洗濯物畳んだ、片付けた、え？何がさ、うん。昨日何にも分かれへん。2人で食べようと思ったんだ。うん。分かった。はい、もうリモコン持ってきて、しゅんこっちに。あかん、持っといで。持っておいで。もうあかん。リュウももうゲームやめ。やだ。もうみんなおしまいや、もう。あかん、知らんもん。消しなさい、テレビ消しなさい、テレビ消して、もうそのゲームもやめ。ねえ、あかり、本当に、シュン、やめろ。俺今もうちょっとでビクロになるの。マジで、マジでダメです。
よっしゃ。ね。あれ、私これ今油引いてないけどええな。豚から油出てますし。豚から油が出てる。じゃん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 。チャラ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 もうあれ全部あのこんなもんかな。もうリモコンも隠して、もう今友達とやってるスイッチももうすぐ取り上げて電源バーン落とすからな、ほんま。それぐらいさせていただきます。こっちはこっちで、ほんま。だからたった一回のことじゃないのよ。こっちの言い分を聞いてください。私だっていろいろあるんですよ。いろいろな前に日々の積み重ね、昨日も言ったよねみたいなさ、あるやん、そういうこと。どう考えてもキャベツ多いかな、これ。どう？これ、キャベツが多いわ。まだまだあるんですけど。キャベツ多いな。これはなんか明日の味噌汁に入れようか、じゃあ。多かったわ、あんた。間違えたよ、この野郎。腹立つわ。何もしてんのに腹減った、言ったらご飯出てきて。洗濯物畳んだやつ片付けたの？片付けてください。お箸並べてください。テーブル拭いてください。私が一番お腹空いてんだけど、本当に。きっかけにしてくれ。今日の夕飯は？味噌野菜炒めと、いや、今日ほら、まさにもらったあのメンチカツしようと思ってるから解凍しとかなあかんの知らんくて。あれ、もらったっけ、メンチカツ。あ、あんたがおらん時に持ってきてくれたよ。何分ぐらいないけど、私さ、前あそこに何か貼ろうかな言ってたの、ここにこれつけたわ、もう一個だけ。
ほんならここで、これはもう期限決まってる学校の資料とかをここに、もういつもここしょっちゅう開けるから、ここに期限のものをやって、あとこっちには期限がない重要プリントとか、そういうの貼ろうかなと思って、普通に両面テープで留めただけ。よく考えたらペタ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 それまとめてやっといたらええわと思って。おちっこはいいよね、いろいろできて。ほんまはね、あのクリアファイルみたいなやつをね、ここにペタって貼っててんけど、それやとこみんなめんどくさいね。これペラペラめくり上げられるからさ、これやったね。急に静かになるとよいしょ。ああ、いい匂い。ここにタケノコなんかいるから最高なんでしょうけどね。はい。そうだよ。味するかな。味はするけど味薄ないかな。まあ、いっか。あ、おいしそう。美味しそうです。何人もおるさ。はい。もうじゃあスイッチするのやめたらもう。知らない。もううるさいから。あなたたちのゲームお母さんに言わないで自分たちで解決してよ。お母さんに言われてお母さんなんて言ってほしいのじゃ。ねえ、なんて言ってほしいのよ。自分たちのこと自分たちで解決してくれよ。いちいち言ってこないで。っていう割には自分たちで解決してる途中で私もちょいちょい口出してるっていう時もあんねんけど言ってることとやってることえらい違いですって。よし、ちょっと今日はもう子供たちにあれ分けようかな。ちょっとやろうか。あ、怖い。お腹すいた。明日健康診断で夜9時までに食べていいのって。今日酒は飲んだらあかんのって。なほな、お腹すいた。いやもう今日ほんま口がもうメンチカツの口になってたのにな。今自分でメンチカツ食べようって、私この後メンチカツやってなんか脳が思ってたけど、ちゃうちゃう、野菜炒め野菜炒め、違うぞ。
食洗機を持ってる人にしたら食洗機ないのかわいそうやなと思って見られてんのかな。食洗機を買うつもりもないんだ。だからもともと食洗機がある家に育ってないから別にな。だから一回何でもそうやと思うで。知らない、自分で買いなさいよ。じゃあなんかイライラするんやん。もう更年期なんかな、なんなんや。更年期なのかコロナのなんかも、なんかもうなんか知らんけど、すべてのことになんかうまいこといく変なような感じがする。なるべくもう早く寝るようにしてねえけど、睡眠をちゃんととっとかないと。はい、友達にもらってた、うん、ごぼう見せ。ごぼう、はい、友達にもらったごぼうです。いや、ゴーヤーやな、一回ゴーヤーですよ。ママ、んこれそれ見せたよ、さっきみんなに見せて。見せたよ。え、読んで、じゃあ、しゅんくんの、しゅんくんの声で読んでください。僕が読みます。はい、ママへ、うん、いつも大好きだよ。いつもおいしいおいしいご飯を作ってくれてありがとう。洗濯物とか洗濯物とかきれいにきれいに洗ってくれてありがとう。いつも大好きだよ、サンスケより。ありがとう、嬉しい。泣いてたよね。泣いてた、それ読んでもらったとき嬉しかったよ。絶対泣くさないよ。もちろん、宝箱入れに入れとくわ。お箸とか全部並べてありますか？全部できてるよ。はいよ。シュンは何にもやってないけどね。シュンやりなさい。じゃあこれ明日お父さん。私は野菜炒めと米炊けてよしと。よし。多分これおかわりって言われるわ。そしておかわりと言わないのがこちらでございます。こちらでございます。お兄ちゃんは何でも食べるからガッと入れちゃって、何でも食べてくれるとありがたいよね。一応全員にちょっとずつ入れたろうかな。ピーマンは一個ずつ入れて、嫌いなお野菜も一応一個だけ、どうせ食べへんくてもいいな、入れてることに意味があるでしょう、うん、お肉をいっぱい多めに入れてあげて。あのキャベツも全部入れてもよかったぐらいね、結局な、こうなってくると。わかります、皆さん。お肉いっぱい入れてあげて、よいしょ、よし、はい。で、一番上にピーマンのちょっと置いとこう。よし、開けた。
ました。あとはご飯をよそっていただきます。どうぞ。バタキン TV エブリデイブンハロー YouTube。 どうも龍之介です。どうも俊介です。イエ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 イファー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 イエ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 イ。これはね、ヒカキンさんのパクってるデカキンという人のパクリです。パクってる人のパクってキイチンチのお味噌になんか似てる。あ、そう。旬なんか食べ方がダメだよ。あなたどういう食べ方してるの。気づかないでね。どう、きゅうり美味しいでしょ。なんでご飯とおかずを一緒に食べようとして、なんでそこに並べちゃうんだろう。あ、きゅうり食べたかったのか。おみも真似するのか。うん、きゅうりもっとある。いっぱいあるよ。お野菜も食べたらきゅうり持ってきてあげる。自分の好きなもんばっかりおかわりしないで。隣のお肉もお野菜も。なし嫌い。うん。見てお兄ちゃんの食べ方、もう何でもかんでももう乗っけて食べて、うまそうに食べるじゃない。お兄ちゃん見てた気持ちいいよ。なすは避けるけどね。あ、なす嫌い。美味しいじゃん、なすと味噌。何？野菜食べられない。じゃあ食べなくて、なんか頭から葉っぱが生えてる人みたいな。あのさ、ママ、うん、前頭の上にさ、頭の上にさ、ボンドをくっついてさ、くるくる、くるくる。皆さん、僕は頭の上にボンドが乗って固まって取れなくなってしまったので、うん、頭の上を切りました。そしたら一円ハゲ太郎と名前をつけられました。誰？みんなに。その理由がこちらです。ここボンドついて洗っても取れんから、お母さんが根元から切ってるの。一円ハゲ太郎です。あんたは偉いわ、そういうことも全部笑いにして。ねえ。何？僕とママがさ、うん、してるさ、大大好きなこれしようよ。今できないでしょ。え？ダサくないこれ。じゃあ、シュンがやって、シュンが。お肉噛んでます。シュンが指やって。あれ、もう一回シュンがやって。で、いつもほんでお母さんが最後にこうやって、最後に、やんねんな。最近大好きでのポーズがこれで変わりました。そう。どこがそれのポーズなのよ。あんたとお母さんのやつなんか最悪やんか。どんなやったっけ。終わってるやんか、それ。あかりちゃんとママのどんなやったっけ。これを食べてる。お肉やん、それ。前はこうだっけ。うん、そうだよね。進化するんだよね、いろいろ。おいしい？これも進化したよ。進化した。こうやってチョンチョンチョンってするんだよね。こうやってこうか。これもあるよ。うん。美味しそうに食べるな、お兄ちゃんは。だから大きくなるんだ。だから髪の毛にボンドつくんだ。どうしてだよ。野菜が食べれないけど、食べれるってさ。でもね、しゅん。これ野菜と一緒に炒めてるから、お肉にも野菜のエキスが含まれてるから、ちょっとは食べられるようになった証拠だよ。お肉食べたご飯も食べなさい。いつもわけわからん。白米だけ、白米食べるときあるけども。足で遊ぶからバチが当たったんだよ。お兄ちゃん、お兄ちゃんこう言ったじゃん。バチはこういうやつじゃない。バチはそういうのじゃないな。お兄ちゃんが自分で出てギュッてやられたからバチはこういうのじゃないな。バチは天罰やからな。そういうのじゃない。え？どうして、なんで分かりない。はい、食べ、はい、もうほら、今日のご飯何点ですか。100点満点。おー、ゆうは何でも食べてくれるから、ほんと気持ちがいい。ちゃんもママ、いつも美味しい、美味しいご飯を作ってくれてありがとう。全然食べないでくれてありがとう。肉ばっかり食べてありがとう。50点。シュンはそうやって笑って、いつもそうやって。50点、これ。100点。食べるじゃん、全部。厳しいじゃん。厳しいじゃん。普通なんだ。お肉のあんぱん入れてる。あ、やめちゃった。そんなもう僕まだ子供だから、大人になったらどん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 苦い味が太んでいくの。あ、
あ、そうですか。それも、ママが巻いてたな。うん、そうだよ。はい、じゃあ、皆さん。もうピカン。ピカン。ピカン。ラン。じゃあ。はい、よし。どっから声出してんの。はい、じゃあ、ゆっくり食べてください。ママ。